ファウルになっていません。ビットとババこのマッチアップ、今日の注目選手の2人のマッチアップです。ああ、ウトが少し倒れていますが、長崎の攻撃、ババからダドソンとババのマッチアップです。ババ少し行きます。うわー、奪った、ババ奪った、すごいディフェンス。そして荒谷、肘バスケットコントロールするウト直樹、高橋光陽、このああこれはババに渡った、長崎ババのうわトップスピードレイアップ、100%超えるスリーポイントを決めたシーズンもありますので、はい、うわー来た、そしてババ雄大です。チャンスいけるか、ババ雄大のダンク、ババ雄大5シーズンぶりの復帰で初めてのダンクです。このシーンボールなんだ、ブバのシュート、リバウンド拾ったのはエビュー、そしてブバのシュート落ちます。まだ富山のボール、ああそしてババが奪います。久保田が落ち着かせる、西田、ああこれだ、さあババがスピードを上げていく、決まってエンドワンです。もう一回長野に伸ばす、これはババが奪った、ババと西田のマッチアップ、最後はエースのバットです。素晴らしいですね、早くフリースローを獲得することができるというところで、まあ、ペインクを進入しながらうまく周りの選手が合わせていくという、まあ、今のような形ですね、まあ、非常にできてますよね、まあ、長崎はそれにどうだか、まあ、ここのババ選手、松本入ってくるかスピードがあると、ババがスリーポイント、リバウンド大勝の、一気に運んでいく、ババがカットスピードです。ここからどう組み立てていくか、ブラントリーチームともいい守備は見せるんですが、そこからなかなかつながってきません。これも取ります、いい守備からレイマンから、ここは渡らない、ババが奪う、ババ選手がキープして5秒、ここは2分を切っています。このマッチアップのおっと、あーっと奪った、そのままおーという攻撃となっています。取われ、さあここはババが取った、3対3の局面からババ雄大に勝てない。ファウル取れてきた、ババスティール、ここからどうつなげていくか、おお、ファンブル、渡辺翔太が奪った、ゴール下、渡辺翔太、ニック・パーキンスとのミスマッチ、おお、ババ雄大防いだ、そうです長崎、うん、マンツーマンに変えたっぽいですね、はい、おー、ババ取った、効いた、一つ成功、そしてボンズです、うわーっと、ここでババが、うわー、アウトナンバーなる、繋いでボンズが行く、うわー、オフェンスファウルできました。さあ手をかけたババ、うまく一気にスリーできた、ババ雄大リバウンド、パーキンズスピールから狙っていきました。この辺りしっかり作っていきます。リーズの3は少し大きくなりましたが、ファルニーカスリバウンド、いや奪いました、今度はスピールです。ディフェンスからパーキングに入った後、ブランド下逃走とかというところですが、ババが奪いました。ここも浮かせたところ、長谷川ディフェンスいきますが、パーキング中で高木だとロスバレンのポジション争い、ペイントにアタックするところ奪っていく、さあババ雄大、藤井が行くわ、ワンハンドダンク、バスケットダンク、開幕直前の加入、おのっか、ババスティール、ラインはロスコアレン、ヒースも来ている、1対2ではありません、ノーミに入って、ハード、アグレッシブ、そしてスピードというところもキーワードにあります。ベルカ、ガルシア、バスクしてババに入る、ババがそのままシュートに行きます、しかもファールですね、バスケットダンク、ガルシアからここも手が当てましたね、ババ選手、ババから松本、シュートまで行く、早くも6得点、井上が行きます、パスを受けて隅田が取って、上を使っていく、なんとか残すかというところですが、ババです、奪いましたね、非常にスティールが多い、佐賀ターンオーバーから荒谷、レイアップ、スピンムーブ、ババに授けてシュートまで行く、あ、佐賀もいいディフェンス今見せました、ここでボールがされましたね、確実に点を取っていくということですね、まあ、なかなか派手なプレー多くないかもしれないですけど、馬場選手の役割として、あ、これもですね、このスティールです、はい、馬場の活躍、あ、ここも、あ、前から当たってきます、はい、あ、すごいポジション、そして
裏返し返してボンズ、ここがターンオーバーだ。ここはこのスコア勝った杉本、はい、松本がですね、ついてくる、やばいなパターン、馬場ブラントリーというメンバーで、ポゼッションは FE 名古屋です。あ、キーナルスティル狙ってった、ボールが目まぐるしく様々な選手のところに行っている、奪った。さあ馬場雄大の持ち味のスティールからかわす。長崎は平均得点が 85.3 点ですから。おお、奪ったぞ。さあ、さあ止まります。パーキンズが行く、そして戻る、小坂部、このサイズのパスは読んでいました。そして速攻になる馬場雄大、非常に軌道の高いフローターシュートになりました。そして奪った、馬場が奪った、馬場が走る、リアップいきました。そしてバスケットカウント、これ今村も追いかけていったんですけれども、これちょっと相手を見ながらですか。そうですね、うまかったですね、高かったビッグロー、自分で運んでいきます、ね、手をかけました馬場雄大、奪ってからパスにしてディクソン、来た。ああなるほど、ボールを取られないという鈴木、はい、で取りましたよ、馬場がここで奪った、馬場は攻めたんですよね、うん、作れる力は持っているはず。あっと、しかしここボールを奪うか、ゴーダ奪った、そしてつないだ木下、いやしかし馬場はそうはさせません。外側張本もべったりとディフェンスしています。さあここまたスティールから周りを見スタイル出るか、周りを見ながら一旦ここ落ち着かせます。今度はニックネイヨン、寺島に預けて松本も積極的がピックアンドロールを走って馬場雄大ですか、ね、どうする、自ら行った、自ら行ってエンドワンバッターもパスに打ってたところを25分30分にする方が勝つというような形になってきましたね。ここは激しいディフェンスで馬場選手奪えるか、バーティングつなぎましたね、はい、馬場ではあったんですけどもなかなか苦しいですね。乱れましたが、ニックネイヨンが抑えてダブルチームのディフェンス、ここボールはボールは奪いますか、2対1ステーションですね。松本健二リオン合わせて、しかしちょっと手につかない、セカンドチャンス、うん、これも来ないか、エヴァンスが運んで、しかしパスカット馬場雄大、再びゴール下で待っていた、はい、本当ここは決めましたね、あのいい形だったと思いますね。ドライブ仕掛けてからインサイドの合わせ、呼ばれてましたね今のは、松本がしっかり読んでいました。一方でこちら、そうですね、ここもハードそうですね、ロンリーとモンズのマッチアップ、ババスティール、苦しいパスは松本、いやモンズがフォロー、いい時間帯になってきたんじゃないですか。そうですね、ヒデタイムに入ってくるか。さあここターンオーバー、連発、ババユーライン、ババプーンかというところでしたがセカンドチャンス、世界と戦ってさらに進化を見せています。そしてターンオーバー、素晴らしいですね、チーム全体でボール奪い返して小針から抑えたのは信州です。後ろ気をつけてですね、ここは馬場が狙っています。苦しいパスになりました、ターンオーバー、馬場持ち込んで後ろから、しかし生原狙っていましたがファールのゴール、つけてるんで、この後半になってね、そんなにハードショー出てきてなくても、あの行きたくなくなるんで、ターンオーバー、馬場からスピードマン小針、まあ、プレーが本当に時計が止まることなく続いているような序盤の展開、これはボンズ奪った、3人一気に変えてきたショート、ちょっとミスが多いですね、うん、はい、さあここはディアロ、馬場のディフェンス、そしてこの辺りは長崎早い、さあ渋田、渋田から、おっとこれ馬場スティールから、さあボンズ走っている、そしてババーと、あこれは背番号13、そしてディアロ、おっとちょっと手につかないか、いや京都はこれターンオーバーになって、ババババそのまま行くか、ババーボンズー、岡田、今度はブラントリー、これなんとか小西が残した、そして小西ウィングアタック、ちょっとパスが、コート全体でプレッシャーをかけますね、前から来る、ここも挟み撃ち、奪ったのは長崎、馬場どうするか、味方を使って最後は馬場、ライスナー中にボールを入れますがちょっと大きい、ワンが拾います、
シュートクロック残り1秒ターンオーバー、ババブーン出ました。お予測してますよね、ボールが出るところですね。秋田ブースターからも、そうですね、まずはペイントへのシングルを増やしたいですね。今ここはゾーンディフェンス3、2の形で長崎を持ってますね。おスティール、はい、現在スティールランクトップ、ババユナイ、ババブーン、ゴール下にクラーク、大浦まだ得点もないが、ババが手を伸ばす、このディフレクション、はい、さあボンズ、浅野が受けに行く、金丸です、ここはターンオーバーで馬場選手が、ババユナイ、決めましたね。コバリはこれで2つ目です。松本選手と交代ですね。ターンオーバーです。山内、ここはなんとか手をかけてスティール奪い返しました。松本左手を伸ばす、ただノーファウルとかオフェンスリバウンドでボン選手